株価ブ,ブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、株価ブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それではまず今日の日経。 二百七十二円下げましたね。で前日のダウはなんと一時八百ドル以上を下げていたと。 いうことが、ね、あったんですよね、うんまあ、で結局、348ドル安ということにはなりましたが、まあ、かなり、ね、今、下げているということに、ね、なっていますよね、うん。で、利上げ長期化を懸念というふうに、ね、書いてありますが、朝、ね、発表されたアメリカの、ね、GDP がです、ね、前期3.2%増に上方修正されたと、まあ、それと週間の新規の失業保険の申請件数が市場予想を下回ったと。 いうことになっていていですね、なかなかね、まだ景気がね、よさげだなという感じになっていてですね、まあ、それでね、金利がね、まだね、そんなには下げないんじゃないのというようなことで、まあ株価がね、下がってしまっているということなんですが、で、日経もですね、その流れを受けて、まあ下げているということにはね、なりますが、まあ、日経はね、それだけではなく、 1 2月20日にね、日銀の総裁の黒田さんが、イールドカーブコントロールのです、ね、誘導目標の幅をです、ね、拡大しますよと、それで緩和修正第一歩の見方を否定できると。 ということでね、まあ、日経もですね、今ね、下げ下げモードに、ね、なってしまっているということなんですよね。ということで、前回のですね、この下値をね、ちょっと割ってしまったので、で次の下値メイドとしてはね、まあ、ここに、ね、なりますけども、でここはですね、またまたね、2万6000円を割ってしまって、2万5737円とかね、まあ、その辺なんですが、この辺までね、またもう一回ね、来るのかどうかですけどもね、まあ、今日はね、一応ですね、ちょっとだけですが、陽線で引けてはいるので、 まあなんとかね、少し下品をつけてね、頑張ってはいたんですが、来週こそはね、なんとかね、来年に向ける週でもあるので、頑張ってね、どーんとね、リバってほしいと思いますが、頑張ってください。続いて、グロース市場のコア指数ですけども、はい。 グロース市場のね、壊し数もね、今日はですね、下げていて、2.7%ね、下げてきたということに、ね、なりましたが、うーん、こちらもね、なかなか厳しいチャートに、ね、なっていますよね。75日線の下を、まあ、ちょっと突き抜けてしまっていてですね、なんとかね、こう、頑張って上の方に行ってほしいなというふうにはね、見ているんですが、なかなかね、ちょっと厳しいと。で、前回のね、下値目処がですね、まあ、この800円ぐらいかなということなんですが、ここまでね、戻ってこないでね、なんとかね、 の方にな、ね、いって欲しいんですが、うん頑張ってください。よろしくお願いします。以上、慈愛関連でした。続いてはテーマ別テーマ別でですね。まずはね、銀行なんですが。はい、大手のですね。銀行はね。今日はですね。あげていましたね。まずね。三菱 ufj 銀行がですね。3%以上上げ。そして三井住友は1.7%上げ。みずほが1.4%上げゆうちょ銀行1%上げと。 いうことで、まあまあまあね、頑張っていますよね。うん、で、これはもちろんね、さっき言った通りに、今後ね、金利がね、上がっていくんでしょうと。今まで超低金利のね中にいた銀行がですね、まあ、上げ始めているということなんですよね、うん。ということで、結構ね、他の株はね、下げているの多いですけども、まあ、今こそね、この銀行株かなという感じにはね、なっていますが、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、原発関連なんですか。はい 原発関連は、ですねこのリストに入れているほとんどがね上げてきたということになりましたね。うん、でまず、ですねこの他のバルブがなんとですね13%以上上げ、そして、スケッカー電機が9%上げ、日本ギアが5%上げ、関西電力を5%上げ、木村加工を5%上げと。 まあいうようなことで,ですね軒並みね上げているということなんですよね。うん、でこれはね何があったかというと、皆さんねニュースで結構ご存知かと思いますが、原発の政策を正式にね決定したというニュースがね流れていましたよね、うん、で運転期間60年長に延長、建て替えへ方針を大転換と。 で2点あって、1つ目は原発事故後に定められた最長60年とする原発の運転期間について、規制委員会の審査などで停止した期間を運転期間から除外して、その分延長するというようなことと、ですねもう1つは最新技術を搭載した次世代原発について、廃炉が決まった原発を対象に置き換える形で開発や建設を進めと。 いうことだったんですよね、うん。ということでですね、まあ今日はね結構上がってきた銘柄があったということにはねなりましたけども、はい、今後ね、どうなっていくか見ていきたいと思います。続いてゲーム関連なんですけども、はい。 ゲーム関連はですね、今日はね、まあそんなにね、上げた銘柄はなかったんですが、まあただね、グミがですね、なんとね、寄らずのストップ高でしたね。はい、おめでとうございます。いやー、すごいな。うん、ということで、こちらはですね、新ネタのコーナーでやるので、楽しみにしておいてください。そして、モブキャストはですね、今日はね、5%上げてきましたが、うん、なかなかね、最近頑張っていますよね。うん、こちらもね、頑張ってほしいと思います。そしてですね、エイミングなんですが、エイミングはね、今日はですね、0.5% ね下げたんですが、ただね、寄りはね結構高かったんですよね、うん、結構ね、高寄りしたんですが、そこからね、残念ながら下げられて、まいしてしまったと。 いうことに、ね、なったんで、すよね、うん、でこれはね、エイミングが出している、このね、鍵の実力者になりたくて、マスター・オブ・ガーデンっていうねゲームがですね、なかなかね、今好調で、なんとですね、6位にいるんですよね。うんまあ、日本の iPhone と iPad のゲームカテゴリーの中でのセールスランキングとして、6位なんですよね、うん。今ね、6位までね、来たということでですね、まあなかなかね、頑張ってるじゃんと。 いうことでもっとですね上げてもいいのかなという期待もねあったと思うんですけども今日はね、まあ、試合がね良くなかったせいかななのかあるいはね、週末持ち越すとランキングが、ね、下がっちゃった時にね結構ね大変かなというようなことでねひょっとしたらね、まあ、まいしてしまったのかもしれないんですがまあ、こちらもね、今後のですねまあ、ランキング次第ではね上の方に、ね、グイグイいく可能性もあるかなというふうには思っているので頑張ってほしいと思います。 直近の IPO ですけども、はい、直近の IPO はね、今日はですね、2社ね、上場したんですが、その話にね、行く前にですね、マイクロ波がね、なんとですね、ストップ。 プヤスにねね張り付いてて終わっっしまったんでですよ、ね、でここのところね、地合いが悪かったせいもあると思うんですけども、まあ、徐々に下げていて、今日はですね、まあ午後からねかなりですね強い売りが出ていて、まあ、どん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 ね下がってきたということに、ね、なってしまったんですが、で会社側からね何かですねネガティブな、ね、材料がね出たわけではなかったので、まあ、考えられるとすれば、この辺からね始まっていた分がかなりね、まあ、上昇したと。 いうこととですね、あとは上場日がね6月24日だったんですが、で180日間というのが12月21日だったんですよね、うん、で180日間を過ぎたら売ってもいいよという人たちが、ですねまあそれなりのねパーセンテージいるんですよね、まあ、社長とかね三井科学とかを含むまあこの人たちがですね180日間縛りがね一応解けたと。 いう状況には、ね、なったんですがまあ、その人たちが、ね、売ってきたのかどうかというのはですねまだね今の時点ではねちょっとわからないんですがまあこの人たちが、ねまあ、売ったという可能性が1つとあとはですねまそ、あの人たちが売ってくる前にね大口がね売ってきて、ま利、あ、確したと。 いうようなことか、あるいはこの人たちが売ってくるという期間が過ぎたので、とりあえず空売りをねぶちかましてみてというようなですねまあ意地悪をしてきた人がいるかというようなことかもしれないですけども、あるいはねそれをねまあ全部ね混ぜ合わせた感じかもしれないんですが、まあ、というようなことねとにかくあって今日はねストップ屋まで売られたと。 いうことにね、なってしまったんですが、まあそうは言ってもね、一旦ね、どっかで下げ止まると思いますんで、まあそこからね、どういうふうになっていくかね、とにかくね、頑張ってほしいと思います。続いて、今日ね、上場した2社なんですが、まず1社目がですね、ジェノバなんですが、ジェノバはね、残念ながらですね、まあ、陰線で引けたんですけども、まあ午前中はね、結構ね、高くね、まあ、買われてきたというところもあったんですけども、残念ながらですね、大引にかけて、ドーンとね、下げられてしまったと。 いうことにはねなりましたがでこちらの事業内容は医療情報サイトメディカルドックの運営およびクリニック向け自動受付精算機の販売と。 いうようよよななことなんですよ、ね、で、すね。公募価格1800円に対して、初値がね、公募割れで1760円だったんですよね、うん、で、マイナス2.2%で寄ったということになっているので、今現在もね、公募割れしているね、形になっているということなんですよね。で、当選の株数が350万株とで、ロックアップは何もかかっていないのが3.7%と、あと90日間または1.5倍以上と。 いいうのがでで、ねまあ、ですすねねまああぐらるんよそれ以外はね180日間ということにはねなっているんですがまあ今日はですねちょっと重かったのという感じにねなっていますが、公募価格の、ね、1800円ってねここなんですよね。なので、全然まだまだです、ね、上に、ね、余裕があるんですけどもこれが地合いがですね改善していったらね上の方にねまたまた戻れるのかどうかと。 ということなんですが、はい、どういうふうになっていくかね、見ていきたいと思います。続いて、もう一社ね、上場しましたよね。アソインターナショナルですが、はい、じゃあね、大きい陰線をつけてね、終わってしまったということになりましたね。うん。で、こちらの事業内容は、強制用歯科技工物の生存販売と。 いうようよなことなんでで、すよね、うんで。ここにね綺麗なお姉さんがね綺麗な歯をねこう出してニッと笑っているね、写真がね出ていますけども公募価格が870円に対して発値がね1,101円ということで15%プラスでね寄ったということになりましたねで、当選の株数は186万株程度とで、ロックアップは180日間ということなのでまあ、ここはねガジッと硬かったと。 いうことなんですよね。まあ、なのですが、今日はですね、まあ、陰線をつけてしまったということにはね、なりましたが、はい、こちらもね、来週以降ね、どういう風になっていくか見ていきたいと思います。そして、サイフューズなんですが、はい、サイフューズはですね、なんと今日ね、ストップ高にね、張り付いておったんですよね。はい、おめでとうございます。ということで、こちらはですね、新ネタのコーナーでやるので、楽しみにしておいてください。そして、 またまたね、来週月曜日になります。3社ね、上場しますよね。まずはこのアルファパーチェスというところなんですが、はい、こちらの事業内容は、間接材の物販事業及びファシリティマネジメント事業と。 いうことでちょっとね分かりにくいんですがどういうことかというとですね何やらね縁の下の力持ち的なことをやりますよというふうに、ね、書いてあって企業活動の水面下に隠れたいろんな付、ね、帯業務を効率化するお手伝いをしますとで具体的には文房具のねまあ調達業務というようなこととかあるいはね店舗とか施設の建設からクローズまでと。 いうようなこととかですね。まあ、そんなことをね、やりますよというふうにね、書いてあるんですけども、想定の時価総額が78億円程度ということになっていて、公募価格は880円と。で、当選の株数は230万株ということになっていてですね、あとはね、ロックアップがね、360日間か180日間ということでですね、まあ、ここはね、ガチッと硬いということになっていますね。一応ね、黒字にはなっているということなんですが、はい、こちらね、どういうふうになっていくか見ていきたいと思います。続いて。 ダイバ通信7116ですけども、はい、こちらの事業内容は、セキュリティ事業関連ということで、防犯カメラとか、監視カメラなどの企画販売施工補修、顔認証技術などを利用したソリューションの提供ということになっていますね。で想定の時価総額が45億円程度ということになっていて、で、公募価格が1700円ということですね。で、当選の株数は81万株と。 いうことでですね、うん、でこ,こちらもね、ロックアップは180日間ということで、まあ、硬いですよね。で、こちらもね、黒字は黒字なんですが、ちょっとね、まあ、伸び率がね、そんなに良くないと。 いうことはね、あるんですが、はい、こちらもね、どういうふうになっていくか見ていきたいと思います。続いて、3社目がですね、アップコン5075ということなんですが、で、こちらの事業内容は土木工事事業で、で、名称なんですよね、上場先がね、で、想定の時価総額ね、17億円程度ということなんですが、はい、こちらもね、どういうふうになっていくか見ていきたいと思います。以上、直近の IPO でした。続いて、新ネタ、新ネタのコーナーですけども、まずはね、グミなんですが、はい。 さっきね、ゲームのところでね、ちょっと話をしましたが、グミはですね、今日ね、よらずのトップ高でしたね、うん。はい、おめでとうございます。でね、これは何があったかというとですね、昨日のね、大 b 共にね、こういう IR をね、出していたんですよね。資本業務提携第三者割当てによる新株式の発行及び自己株式消却ならびに、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の移動に関するおっしゃると。 いうことなんですけども、で、これをね、簡単にね、いつもの通りですね、カブタンさんがね、まとめてくれているんですが、資本業務提携したね、相手がですね、SBI ホールディングスと、それからね、スクエアエニックスだったんですよね。うん、ということでね、今日はね、爆破にしたということになりましたけどもで、提携の内容としては、ブロックチェーンゲームのね、開発などで協力していきますよと。 ということなんで、すよねで SBI が22.4%、スクエギが3%の議決権の比率になるということだったんですよね。ということでね、今日はですね、とにかく寄らずのストップ高になったということになりましたので、まあ、かなりですね、下げていったということもね、あったと思うんですよね。チャート的にはね、かなりね、こう、下の方にいたと。 いうことに、ね、なっているので、今日はね、割と上げやすかったのかなという感じがね、なりましたけども、ここからね、うまい具合にですね、ガン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 ね、上の方にね、抜けていけるのかどうかというとこですよね。うん、で、うまい具合にですね、このね、1100円ぐらいまでね、一気にね、戻せるのかどうかということなんですが、 期待ししてていいいるので頑張って欲しいと思います続いてリミックスポイントなんですが、はい、リミックスポイントはですね、今日ね、6%ね上げたんですよね、うんはい。おめでとうございます。などですが、一時的にはね、もっとね、上げていたんですよね。うん、まあ、そこからね、ちょっと下げられて上品をつけましたが、それでもね、6%以上はね、上げてきたと。 いうこととに、ね、なりまましたね。はい、おめでとうございますで。これは、ね、何があったかというとグミの、ね、連れ高だと思うんですよね。うん、でどういう話かというとです、ね、2019年の、ね、1月にリミックスポイントはです、ね、こういうものを、ね、出していたんですよね。ブロックチェーンファンドへの出資のお知らせと。 うん、いうことだったんですけども、で、この時ね、出資したまあ一つの会社としてですね、グミを中心としたグミグループのグミクリプトっていうところにですね、まあ、出資しますということがね、書いてあるんですよね、うん。ということで、今日はですね、グミのブロックチェーン関連と。 ということで、まあ一緒にね、上がってきたというふうにね、思うんですけども、はい。明日以降ね、これが続いていくのかどうかということなんですけども、はい。こちらもね、頑張ってほしいと思います。続いて、サイフューズなんですが、はい。サイフューズですね。さっきね、IPO のところで話をしましたが、こちらもですね、なんとね、ストップだッで終わりましたね。はい。おめでとうございます。で、朝はね、この辺にいたんですけども、徐々にね、上げてきて、で、最終的にはね、ストップだけに入り着いて終わったということになりましたね、うん。はい。おめでとうございます。で、こちらね、何があったか というと日刊工業新聞がですね今朝ねこういう記事をね出していたんですよねサイフューズがですね日本製功と連携するよということで再生医療分野にね参入しますよということをまあ記事にしていたということなんですよねでサイフューズといえば何回かねお話をしましたけどもバイオ3 d プリンターを用いた再生医療と製品の開発製造販売と いいうことをねやっているんですよねでそれに関連する必要な設備の開発などをまあ一緒にね進めるというような記事だったんですよね。うん、というようなことがあって今日はね朝からねガンガン上がってきたということに、ね、なったんですが、うん、でその後にですね日本製鋼もね、まあ、この件に関してねこういうものを、ね、出してきていてお昼過ぎにはさらにサイフューズもねまあ出してきたと。 ということでですね、この記事がね本当だったんだねということで、最後はね、まあ張り付いて終わったかなという感じにねなりましたけどもね、うん、はいでチャート的にもねかなりね下にいたので、まあまあね、上げやすかったのかなというふうにはね思いますけども、ということで今ですね、12月にね IPO が24社もねぶっこまれていて、<laughs> なかなかね、ちょっとね厳しい感じの状況にはなっているんですけども、そんな中でですね、今日ねストップ高に張り付いて終わったというのは、ね、結構ね力強いかなと。 いうふうにはね思いますけどもはい頑張ってほしいと思います次はホープなんですがはいホープはですね今日ね3.5%ね下げたんですが 今日のね、大引き報にですね、なかなかね、面白いものをね、出してきましたよね。こちら。で、まず1つ目が、資本業務提携ということで、なんとですね、あのチェンジとね、まあ、資本業務提携しますよということなんですよね、うん。これね、なかなかいいかなというふうにね、思うんですけども、で、なんとですね、これだけではなく、もう1個あるんですが、それがね、こちらなんですが、三菱商事株式会社との事業上の協業にかかる協議、検討に関するお説と。 いいうものでしたねはい、おめでとうございますっていうふうにねちょっと言いたいんですが今日に検討に関するお知らせってねちょっと何すかこれっていう、ね、気はするんですよねで日程っていうところにもね現時点では三菱商事との間で本件協業に関して何らの合意もなされておらず本件協業にかかる合意契約締結にかかる具体的な日程は決まっておりませんと。 いうようよなことで、ちょっとなんかね、かなりね、中途半端なんですよね、うん。こんな中途半端な感じでですね、まあ出してきたということでですね、ちょっとね、んっていうね、感じにはね、どうしてもね、なってはしまうんですが、まあそれでもかなりね、時価総額がね、小さいので、まあ株価的にはね、反応するかなという感じはね、しますけども、まあただね、一方ですね、別のね、この増資がね、動いているんですよね。うん。というようなことで、まあ残りがね、このぐらいはね、ありますよということを、10月3日、 時点でですね、まあ行っているということもあるので、ちょっとね、そこは気をつけたいんですけども、まあ今後ね、とにかくですね、どういうふうになっていいかね、見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、新ネタのコーナーでした。続いて前回の動画で注目と言っていた中でまだお話ししていないのがですね、まずこのね、キャンバスなんですが、はい。 キャンバスはですね、今日ね、8%上げましたね、うん。はい、おめでとうございます。で、この4日間ね、だらだらだら、ね、下げていたんですけども、今日はなんとかね、リバってきたということに、ね、なりましたね、うん。はい、おめでとうございます。でね、これは何があったかというとですね、まずね、昨日の帯びきね、会社がですね、こういうものを出していたんですよね。当社従業員に対するストックオプションの発行と。 これに関して、おそらく、ねまあ、会社側に、ね、ツイッターを通していろいろ聞いた人が、ね、いるみたいなんですよね。うん、そしたらです、ね、キャンバスの、ね、公式のツイッターがです、ね、こういうことを書いていてストックオプション発行の趣旨に関するご質問ありがとうございますと。 でご質問の自信という面では CBP501 臨床第二相試験の結果はすでに会社説明資料等で公表している通り大きな意義があり今後進める第三相試験に向けて私たちは自信を深めているところですと。 いうふうなことをですね、まあツイートしたということだったんですよね。うん、まあ、それでね、おそらくね、反応したらしいということなんですけども、うん。ということで、またまたキャンバスはですね、ホームページに書かず、ツイッターでね、上がってきたと。 いうことに、ね、なりましたね、うん。これね、キャンバスのホルダーの皆さんはね、もうツイッターをね、もうずっとね、見ていた方がね、いいというね、状況がね、続いていますよね。前回もね、このツイッターでね、上がってきたということがね、ありましたけども、はい、こうね、どういうふうになっていくか、頑張ってほしいと思います。ついて。 ツボタラボなんですが、はい、ツボタラボはね、残念ながらですね、今日は13%以上ね、下げてしまったんですよね、うん。で、なんとですね、昨日はね、寄らずのストップ高だ,だったんですが、今日はね、一気に売られてしまったと。 ということに、ね、なりましたね。まずね、昨日ですね、なんでね、よらずの突トッだからあったかというとですね、こういうものをね、まあ、IR として、ね、出してきたということをね、お話ししましたけども、まあ、なかなかね、良さげな、ね、IR だったんですよね。ということだったんですが、しかし、ロックアップがですね、これね、さっきのですね、マイクロ波とね、まあ、似たような状況にあって、まあ、180日間という、ね、縛りがですね、今までね、ずっとあったわけなんですが、で上場日がね、6月23日だったので、 今週ですね、これが、ね、解除されてしまったと,ということに、ね、なっているんですよね、うん。というようなことで、ひょっとしたらですね、まあ、この人たちが、ね、売ってきたのかなという感じにも、ね、捉えられるんですけども、まあ、ただですね、マイクロアート、ね、圧倒的に違うのは、まあ、チャートの位置が、ね、すごく、ね、低い人がいるんですよね。 まあもっとね、この辺でね、売ってくれればいいものをですね、こんな低い位置でね、ちょっと売ってきたということで、もうちょっとね、こらえてですね、180日間のね、もうちょっと先の方でね、売ってくれたらよかったんじゃないのというふうにはね、思いますけども、まあ、もちろんね、この人たちが、まあ、売ってきたというね、今んところね、確証はないので、何とも言えないんですけども、とにかくね、今日はですね、ほとんどね、全戻しぐらいの勢いでね、こう下げてきたと。 いうことにはね、なってしまったので、まあ、それでもね、この IR の、ね、価値はね、まあ、変わらずにあるということはあると思いますから、今後ですね、うまい具合にね、リバってですね、上の方にね、またドッカンと戻ってほしいと思います。頑張ってください。以上、前回の注目名柄でした。続いては、12月26日の注目、はい。サイフューズ、グミ、キャンパス、モブキャスト、三菱 UFJ、神戸物産、エイミング、ワークマン、エニグモ、タカトリ、エイバランス、 アイスタイドインクルーシブスカイマークホーブ J テックマイポックスビリングシステム DMP オキサイドツボタラボマイクロハこの辺を中心に見ていきたいなと思ってますそれではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう 今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。